後悔して、はい、帰ってきました。5段戦 MBACC 男性、はい、6段戦まで時間が余ったので5段戦をやりたいやりたいということで、5段戦を再び行いたいと思います。ユナさん、オカジ、アマラ、JK、エグチ、アンソンの5名となっております。ちなみに奥兄弟は4段から5段戦も行っておりますので、まだ5段戦増えるかもしれない。今日は5段フィーバーです。あ、ちなみに今回解説にゴーイちゃんが来てくれてます。お願いします。めっちゃ普通。あ、まあまあ2回目なんでね、結構もう気軽にいきます。はい、ゴイちゃん的にはこの組み合わせどうですか。うーん、そうですね、やっぱ歩く側の組み替えが強いです。ゴイちゃんもらった。はいはい、まあ2回数この側の2対1で3 2 b とかで使ってるんで。あ、はいはいはい、周り的には多分歩く有利だと思うんですけど。なるほどね、立ち回り的には歩く有利。なるほど、ありがとうございます。さあ見ていきましょう。アーマラが1本取っていて、オカジが攻め取っている形。ゲージ状況はアーマラがかなりゲージがない。最初のオカジは200パーが溜まります。みんな大好き裏から押してアクアイイエブメドラス鍵がさえ、なんか噛み合った形ですね。まずかったのは違うわ、2本目か、3本目。さあ落ち着いた立ち回りから、立ち回り有利と言われたアルテですか。ちょっとやはり強気になっているんでしょうか。立ち引っ掛ければ何も出ない、立ち回んでダッシュを潰すが何も出ない、バックステイ引っ掛ける、クーナーはすかす、アマラが有利っぽかったが噛み合ったのはおかしい。詐欺重ね、徹底的に詐欺を重ねるおかしい、詐欺師おかしい。アビーが立ちくらい上を入れていたか、レプゲン入れっぱかれない、どうしたかな。そうね、あそこは暴れていく、 B 赤いが通って赤い、レプゲン大会ダウンしから大会もう一回入る、これが歩くエイド。こうなると若干強い、体力はそれでもほぼ五分、時間と体力もゲージもほぼいい感じ。漏れちまう、うざいぞこの男、こんなことができる子になったのか。お父さんは嬉しい、逮捕読んでいたら足りない、時間が止まらないので、こうなると攻めるしかない。歩くおかしいわ、ジャンプビート空投げで落ちて立ち回りを引き戻しするわ、カウンターもらってしまう。はい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 、まず初年勝ったのはおかしい。続きまして JK、見逃してダウンド。この2キャラとは当たりたくないという人で埋まっているベルブラでございます。ベルブラは JK サッシュマイナス2スタート、スタートの時にスタート、おー当たりましたね。こいちゃん的にはこれどうですか。もう一回ですよね。うわすげえな、うわ今のすげえな、ディレイができなくて。そうですね、それを見てもでもやっぱり具体数辛すぎるでしょ。コーマがあんなのしてきたのかもね。おーりゃーさっきでしょうと、まあまあご意見をいただきましたありがとうございます。おーい、まじここはキレができる、コマ切って立ち回復するのはおかしい。ダミー簡単に拾っていく、ここはゲージができてしまった、思わずエクスを使っていく。ダウンド2。あ、ちなみに先ほどですね、あの動画に残らないところに設定も遅かったんですが、3月19日3連休の土曜日ですね、団員戦がその頃に、10回開催していることになるので、10回記念祭を行いたいと思います。まあ、秋松県庁さんからもご許しは得たので、シャッフルスリーを送り行っていただきたいと思います。行っていただきたいと思います。まあ詳細はまた、サイトかそれかそのあたりに書こうと思いますので、はい、よろしくお願いします。皆さん楽しんでいただければと思います。しっかりガードして攻め
直そうかし、この状況でもガンガン攻める。俺に交代の荷物はないぞ。 JK 降格。行くよ、ダウンの。このままではただのオカジーのプロモーションムービー。出てくるのは出口。ここはしっかり止めていきたい。さあ毎度これ出口オカジー、これはこいちゃんどう見ますか。もらった。いやーまあ出口さんがもらった。そうなんですよ、なんかアイカードの時見た時はなんかフルリーズがかなり低いということだったんですけど、フルリーズだとどうなるかって分かる。きついんですね。まあ多分水有利じゃないですよね、多分。はいはいはい。もうお前やっぱりトーマにはワンチャンありますからね。それは間違いないです。でもやっぱガースがあるから。あーリーズのあのガースはほんまにせこいと思うんですよ僕。かなりもらって、ね、なんかおいなんかこういうことあのガーキャンってでも投げれないですよね。シールとっても意味ないし、まあEX 発言が最終段あたりに僕が取ったら割れるっていうのさっき、まあ、多分天狗がやってたと思うんですけど、はい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 、はい、あるんで全部感覚はよくあるんですよね。なるほど、特にフルですしね、フルの人が強いですからね。おー、なるほどなるほど、ありがとうございます。さすがメルバのラスボス強一、言うことが違う。おおおすげえ、カモネやけどタチくらいしてた。大変なことだった。からの強気に暴れていく出口。今の なんで負けたんですか。わからない、それがメルティブラス。あれでも最終のあたりチョコが取れて難しくない。小さいねえ、どこらへん、なんかでも中途半端に取ったら変に当たらんかったりしたい。おっと、オカジンが昇格するのかなったオカジン昇格。おいオカジン、ちょっと来い。 やっと上がれました。殺生に益も無益も、はい、ありがとうございます。悪を定めるが生きられるが殿たち。